かし、そしたら皆さん、その、なんちゅうの、男性的に考え、解釈してしまう。あるいは宗教的に解釈してしまう。ね。だから、うちが言ってることは宗教じゃないってわかるでしょ。女神的やけど、女神は宗教じゃないってわかるでしょ。なんだかあったら。ね。今から言いたいのは、じゃあ、ヤマト民族っていうのは、そういう、猿の類型になってしまうのは、遊牧民って結構怖いけど、小さいし、まあ、馬が小さいからですけど、馬に乗るには小さい方が有利だから、ある程度ね、ある程度かも。まあ、アジアの馬小さいし、大地。ね。みんなが知ってるサラブレッドっていうのは、その、いわゆるアラビアだね。うん。で、さてさて、ほんで、その、他の人をみんなその、遊牧したがる？だから、羊とか牛、まあ羊なんですね、普通はね。羊に見立てたかったわけでしょ？遊牧民以外の民族を、人種を。それってちょっとムカつくし変でしょ？じゃあ、ヤマト民族がうるうるうるでしょ？バルタ、ほんだらお前ら、金で支配してるから金融で金融もだから、遊牧世界から。もう金稼ぎ。金返せって今から金稼ぐから返せところがマギアはね、その猿じゃないから。ヤクザも猿じゃないから。マギアヤクザが実は味方やった。やろな、いや、そんな話をしたんじゃないで。それも宗教かどうか知らんけど、その宗教ちゃうけど、多分。な、マギアやヤクザ宗教上の存在じゃないよ、絶対。な、だけど、猿に侵された人類ってのは、神話とか色々見てみん、聖書とかも色々見てみん、あれどこでこれ猿発言どうな発言が結構出てくるんで、例えばキリストのイチジクの木をカラスくだりとかな、あれ首かしげんで、みんなあれ見たあれなんだ、うん、端的にはそういったもんですけどね。じゃあまあ孫悟空っぽい人やったんじゃん、あのイエスキリストって人は。ああわかるでしょ。だってそれはまあいいとして、孫悟空ほどの神通力がなかったんですけど、読んだら分かる。確かにね、聖書読んだも孫悟空ほどの神通力が全然ない。イエスキリストでしょ。だって孫悟空マジポンの猿やもん。じゃあそんな話しちゃうで。じゃあ、本物の猿すごい神通力あるんかい。じゃあ、一頭一頭猿見つけたら、これ、カメラが。まあ、もじゃこうにもそんな話出てきますが、そうじゃないの。うちが言いたいのね。今から言うで、そう言いたいこと。あの人は自分らのマトロイスがあまりにも遠くて帰られへんからくれてはんねん。何回も言ってるよ。宇宙空間にしゃあないから追い出して。宇宙空間、それ追い出す場所やねん。つまり、宇宙空間の方こそ牢獄やねん。だからこっちはね、学校やねん。学校ちゃうから出ていけ。勝手に学校とかゲーム見立てるな。神明、おかめさん、上がってます。意味ないね、実は。遊女のが嫌がってるからね、あの、お断りです。キャー、かっこいい。いやー、かっこいい。すがってんの、こいこいしてて、引き寄せちゃった。で、結局、で、さっさっさ、クリーン、クリーン、クリーン。あやみれるとかだな。クリーン、クリーン、クリーン。クリーン、クリーン、クリーン。なんか映ってないかも。大丈夫これ。大丈夫かな、どう見ても。いや、その、もし何かの角度で見て、見えてたら、プツッとなったらあかんから、プツッと、プクッとなってた。気をつけよう。分厚いんだと思ってるけどね。どんなこと言いたいんやったっけ？あ、違った違った。ね。宇宙空間に掘り出したわけ。しゃあないからやん。地上のとって言えないことになっちゃうから、地球滅びちゃうし、逆上しやがって。バレたって逆上しやがって。それ、まあ、自分の待ってる人が遠いから、大量遠いから。ヤマト民族にこんなになっちゃって、遠いからこんな目になったんでしょ。うーんって来たから。多分強くどう、他にもね、目が細くなる要因いろいろありますけどね。まあ、魚みたいでもあるでしょ、ヤマト民族の方が。魚ってもさ、このパッチリ目の魚の方が。魚で比喩するのはどうしようもない。意味ないな。その毛が生えてない。まあ、それは魚毛生えてへんのな。
なんかでも、毛薄いでしょ、毛細くて。あれ、寒冷適用って言うけど、寒いところめっちゃ毛必要なのであって、で、北国はめっちゃ紫外線きついから、北国こそ目が大きくなるべきなのに。で、南の方があって、南の方こそ目が細くなるんですかって言ったら、日射がどう思う？そうでもないでしょ。だって植物いっぱいあるもん、南の方。砂漠は、砂漠やと目細くなるよね。砂嵐を防ぐために、ラクダみたいな、今、下がり方。エリック・クラプトンとかラクダみたいな、下がり方してるね。ドイツ人もその、結局、バビロニア文明作った主力がドイツ人だから、目がつぶって下がってきてる人が多い。バビロンの主力はドイツ人こそ多いってわかるでしょ。そのドイツ人と混血したユダヤ人っていうのが目細くなっていくわな、それはな。いくらバングラデシュにおったかな。いくらバイカルの森林地帯におったかな。それでもね、もっともっと目が細くなるのは洞窟。洞窟は目が細くなるよ。な、そうやろ。で、毛も減るよ。砂漠は毛減りますか？減るわけないよ、砂漠。毛増えなくなる、砂漠は。言いません。な、でしょ？まつげもめっちゃ濃くなるんだから。でしょ？じゃあ、山田民族の顔は絶対洞窟か、もしくは宇宙や。なんだか、今の説明で分かったら、おーって来たっていうか、どう言ったの？それか、どう？で、ホピ族で実は山と系やねん、実は。だから、アメリカ大陸のね、山田民族系の人いるよ。まあ、要するに、日本からいっぱい行ってん、実はアメリカ大陸に。中世以降。もっと前から行ってるやろうけど。特に中世以降、どんどんその、戦争で負けた人たち、要するに戦争で負けた武士団がね、日本列島におられないくなったら、どこ行ったかって思う。実はアメリカ大陸めっちゃ行ってんねんね。元日本の武士団が。ホピ族はヤマト系。まあ、ヤマト民族ってその武士としては負けにくいっていうか、武士の類型ちゃうから、ヤマト民族かな。で、ホピ族はまあ、先住民だから珍しい存在だった。まあ、これ人格も磨かれたでしょ、そこはね。周りはほんまに武闘派ばっかりや。そこの中の少数派になった。ほんまに少数派。今の大和民族よりもっともっとはるかの少数派になったわけ。あ、じゃあホピ族を天皇にしろって。すぐなんのがその猿の特徴だし。ボス猿待望論みたいな。ね。ね。で、ワニ天皇、石破茂を立てろっていうのはそのボス猿待望論に合わせてあげてんだよね。ただワニが出たらもう終わりやからね。最初も、大人やったから。最初の天皇、実は、クメの大人やねん。じゃあ、大王がね、クメの大人、大王やねん。天皇はまあ別になんです。神官やった。巫女やった。巫女とやった。ん？大君は大王。クメ大王や。もともと、大王はもともとクメやねん。クメ大王家ももともと。な？クメの大人の、まあ、親父が、おじさんかな？大おじかな？があたりが、クマソ大王である、海幸行くわね。うちの入りの子や。おつじおとひめの入りの子が、熊祖大王、久米の海幸彦や。もともと大王家の子。ね、わかった？じゃあ、おつじ家ってもともと大王家じゃないんですかって。うん。大王家にそれはめったにならへん。なってことね。まあ、ただ、下別部落になってから、一応大王家たちのトップにはなってるわけ。名目上の。名目上やけどな。まあ、なんですよ。ね。それも、その徳が、なんていうのね。鴨大王家なんです。すごかったな。うん？でしょ？藤原も大王家なんです。うん？まあ、天皇って言うんだけど、藤原っていうの。うちの大の寝室のこと、実は藤原ともともと言いまして。ここをどうやって守ろうかなって話やから、もともとね。それが家の名字としてちょっと独立して、で、そして、で、先行、独行して、どうやったかな。めっちゃ広がって、めっちゃ増えてはんねん。ずいぶん前、うちの大の寝室を何と呼ぼうって。藤原っていうのがぴったりかなって。それ以降の話よ。ずいぶん前よ。だからずいぶん多いね、藤原って。藤原一番ね、ずいぶん多いでしょ。それだけね、かなり前に。だからもう、藤原では守りきれないなと思ったら、ここ別の呼ばれたりして。藤原が最初の命名でもないし。ただ一応、うちは、そのフリックっていうことで、ふるさぐ。佐藤のふるさぐって意味なんですよね。だから、藤原本家、佐藤なの、ね、やっぱり、ね、ふるさぐやから。で、藤原でも古作大王家って、天武天皇のことな。で、天武天皇の先祖は、シュメールで、都市国家ウルクの古作世界皇帝。で、まあ、今回の次元、周辺ね。もともと藤原ってめっちゃ大の神祖の名前ですって言ったの。で、うちフリックって呼ばれるけど、なんで藤原だけじゃなくて、ここは落ちてるね。藤原落ちてる。
そういう名前の付け方やな、うちの民族。それが名字として独立した。あかんかったけど、もううちを守るために名字ができちゃったんや、そういう。実は。で、まあ、じゃあいいですか？名字なんかできたらつい最近かもしれないし、ようよう考えたら。な、まあ、だってうちのマトロシカって、なんか名字必要なんですかっていう、どうせやろ、言われたら。名字あるって他人の証拠や。ちょっと手のって自分らの名字隠してやろ。あれ、女服の中に、女家。呼ぶ家、イスラエル。ワイン。だいたいな、E から始まるっておかしいやろ。あーから始まるやん。いや、アマテラスからって、アマテラス1やんか。雨のみなかぬし。あー、うちやんか。アルママリアオメガンって、3メガネ。な、じゃあ、アルママリアオメガンやったり、するわけやんか。あれはアルママリアオメガンやったりするわけやんか。藤原の藤原で。ここはアルマって呼んだら雨。で、ここは甘い。で、こっち。で、何死ぬんか、死ぬんか。月のこと。いいの。そっちはいいのか。発酵や。発酵してるんですかって。ここがですか飲んだら発酵するの。いいの出したら発酵するよって。いいあかんの。こういう自然だから。でしょだから、まあ、まあまあ、これはアルマか。アルマってことも言うのもいいやろうけど、陰陽道場、時々その名前入れ替えたら、移動タリスマンみたいに、名前だけ書いてる。ここはバーギーだっていうのも、そのとこ、陰陽道にし、ダブルが、マリア部分はワーギーだって言うんだね。でしょ？そんなことで、大体分かってもらえたかな。さてさて。あれなんか今ちょっと嫌なんだけど。